こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。アメリカのグローバルブランドコンサルティング企業が世界の企業ブランド価値のランキングを発表し、サムスンがランクインしているようです。さて何位なのでしょうか。それでは韓国メディアのニュースとネットの反応を見ていきますね。それではニュースの詳細です。サムスンのブランド価値が600億ドルを超えて世界6位に上がった。ヒュンダイ自動車とキア自動車もグローバル100大ブランドに並んで名前を挙げた。グローバルブランドコンサルティング専門企業のインターブランドが発表したベストグローバルブランド報告書によると、サムスンは昨年と同じ6位に入り、8年連続でトップ10に含まれた。サムスンのブランド価値は610億9800万ドルで、昨年の598億9000万ドルより 2% 増え、過去最高を記録した。インターブランドは、サムスン電子が折りたたみスマホ、ギャラクシーフォールド、ライフスタイルテレビ、ザゼロ、ビースポーク冷蔵庫など製品革新を継続し、5G、AI、IoT、伝送など未来先導技術分野で持続的な発展可能性があり、メモリー半導体業界で確固とした1位を維持し、技術リーダーシップを継続していると評価した。現代自動車は昨年より 5% 増えた141億5600万ドルのブランド価値を記録し36位を守り、キア自動車は 7% 減少した64億2800万ドルで7段階下落の78位にとどまった。アップルが2342億ドルで1位、グーグルが1677億ドルで2位、アマゾンが1253億ドルで3位、マイクロソフトが1088億ドルで4位、コカ・コーラが634億ドルで5位など、米国に拠点を置いた企業が上位を占めた。6位のサムスン電子に続き、7位がトヨタの562億ドル、8位がメルセデス・ベンツの508億ドル、9位がマクドナルドの454億ドル、10位がディズニーの444億ドルと続いた。このほかウーバーが57億1400万ドルで87位、リンクトインが8億3600万ドルで98位をそれぞれ記録し、初めてランキングされた。これら100位内に入った3つの韓国ブランドの価値は合計816億8200万ドルで、昨年より 1.7% 増加した。米国とドイツ、日本、フランスに続き、国別ブランド価値総額では5番目に多かった。それでは、ネットの反応です。米国企業を除けば1位、ビッグワールドチャンピオン、サムスン電子。素敵です。コカ・コーラは、水を売って、企業価値が世界5位だなんて、すごい。アップルは、携帯電話やら iOS 程度を売る会社なのに、なぜ、ブランド価値と時価総額が1位なんだ。マイクロソフトは、世界中で Windows が使われるが、iPhone は、世界中でほとんど使われてないのに、なぜ1位なんだ。サムスンが米国企業だったら1位が可能だったはずなのに。これは全てムンジェインのおかげである。ムンジェイン大統領になってから韓国企業は困難の中でも上昇疾走してるね。どうでしたか。東芝の技術支援のおかげで半導体をやっとの思いで作ることができて、ここまで上り詰めることができましたね。おめでとうございます。ですが、革新的な技術より、できているものを組み立てることしかできないでしょうから、これからはどうなるか、皆様もお分かりですよね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけると、とても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。